日本人の心に火を灯す東洋思想および神道研究家の羽賀光です。こちらですね、奈良県宇陀にございます竜王ヶ淵というところに来ております。竜王ということでね、この湖、雲がね竜神の形をすると言われてるそうです。まあ今はないかもしれません。はい、結構大きい虫が飛んでる、気になってる自分がいるんですけれども、なんかこれ山の上の方なんで、あの普通はこんな池できないんですけど、なんでこういう池できたかっていうと、なんと隕石衝突してるっていうね。でこう湧き水がですよね、溜まって、この湖になってるということなんですけども、昔からですね竜と言いますと雨乞いで、雨乞い、この後もともと村があって雨乞いの祈り、祭りが行われてきたんですね。雨乞いのですねお祈りもありましてね、雨を賜れ賜れ、田んぼり田んぼりという言葉でずっとお祈りを捧げて、ね、今でも行われそうです。全然こうね水がないという時はですよね、雨が降らないという時はですねお祈りされるそうなんですけれども、やっぱもともと隕石衝突しているという説があってですよね、隕石のエネルギーもあるということで、非常に気持ちいい場所でございますねここね。この隕石のエネルギーをですね感じていただけたらということで、この場所からお届けさせていただいてるんですけど、まあね、あの今回実は初めて来させてもらったこの宇陀という場所なんですけど、結構ねなんかそのなんか伊勢神宮の始まりの場所だとか、もしくは天皇のお墓だとかですよね、いろんな秘密がある場所みたいですね。ここはね竜王ヶ淵ということで、竜王様がいらっしゃる池と言われてます。ちょっとね神社もあるのでね、ちょっと神社もですよね、ちょっと一緒にお参りしていきたいと思います。はい、はい、ということでね、こちら、竜王ヶ淵のですね神社の方に今からお参りをしていきたいと思います。いいところですね、竜神様がいらっしゃる池と湖ということでね、この辺りにねそういったねあの竜神様がいらっしゃるという洞窟であったり岩であったり、そして湖が多くあると言われている場所でございます。こちらですね蓮の花ね、悟りの境地を表すと言われて、仏教におけるいわば最も位が高いお花が蓮の花と自然に咲いております。はい、ではですねちょっとね今から神社の方お参りしていきたいなと思います。はい、よいしょ、こちらがですね、はい、堀越神社という神社でして、祀られておりますのは豊玉姫の御事。豊玉姫の御事は海幸彦、山幸彦の神話で出てくるんですけど、簡単に言うと竜宮城の乙姫様ですね。要は水の底にいらっしゃる女神様なんですけども、間違いなくねこの竜王ヶ淵の底にある隕石というものをイメージして祀られてるんじゃないのかということです。ではお参りしましょう。ここからねちょっと取りくぐってお参りさせていただきますね。はい、ということで隕石のエネルギーをお届け、ライブとライブというか隕石のエネルギーをお届けということでさせていただきました。まだねちょっとこういったね秘境といいましょうかね、ちょっともう知る人ぞ知るみたいなねパワースポットはね紹介していきたいなと思いますので、まだ神社チャンネルチェックしてみてください。あなたの開運を祈りしております。高光でした。すごいね、なんか綺麗。あ、綺麗ね。はい、神社チャンネル。こちらはですね、海長寺というお寺にお参りさせていただいています。
今日はね、室生流血神社と龍鎮神社、この2つの神社にお参りするのがメインの目的だったんですけど、まあ、正直昼の予定はまあ決めてなかったんですよね。午前中はまあ この2つはお参りしようって決めてたんですけど、どうしようかなと思った時にちょっとお昼ご飯お腹減ったなと思ってまあ最近こう Google マップで検索するんですけど、やっぱこう自然食とか発酵食品とかやっぱりどうしてもこうチェックする、まあ、大体蕎麦屋さん多いんですけど、外食する時僕はね、今日はなんか近くにあれなんか発酵食品なんか書いてあるなと思って入ったらですよね、そこにカタカムナグッズむちゃくちゃブワーって並んであって、これカタカムナグッズすげえ珍しいっていうね、なんだろうっていうところだったんですけれども、はい、そのお店がですね、小春日和さんっていうんですけども、なんとですよね、人事チャンネルの視聴者であったということで、しかも去年私結構この業界ではかなり有名なトータルヘルスデザインさんというですね、なんでしょうね、まあ、自然食精神世界系の会社があるんですけど、結構トータルさんとね関わりがあるということで、そうなんです、トータル歴30年で長いっすね、はい、初代の社長からお付き合いさせていただいて、ね、もう本当一人でされてる時から有名なね、この業界ではね、そうなんです、もう一軒家でねされてましてね、はい、でその一軒家 の階段にも商品並んでたっていう、はいはい、今度陽一さんの言い返していただいて、もう早30年はい、神社様、ね、見ていただいてるんですよね。そうです、もう心に火を灯していただいてます毎日火を灯していただいてます、ありがとうございます、はい、そうなんですよね、だからたまたまお腹減って行こうってならなかったら、でまあね、ご縁もなかったということなんですけども、はい、ね、まあ、せっかく地元のね、こう宇田なところなんで、はいはいはい、ちょっとそのどういったですよね、スポットおすすめなんですかっていうのは、さっきの竜王ヶ淵と、竜王ヶ淵でここですよね、海長寺、はい、海長寺すごい苔がね、はい、すごい綺麗でして、綺麗ですね、でこれも樹齢もものすごいあるね、イチョウの木がドーッとこうね立っておりまして、ね、すごい場所なんですけども、すいません、はい、ちょっといいでしょうかね、この宇田の魅力ですよね、はい、っていうのはちょっとお伺いできたらと思うんですけども、はい、はい、どんなところにあるんでしょうかね、まずですね、はい、やっぱりパワースポット、うん、こういったね、海上寺、竜王ヶ淵、うん、特に竜鎮ね、竜鎮よ、竜鎮はもううちの店からもう10分で行けますんでね、はい、小春日和さんね、なのでその竜鎮に行って、まず水のね、うん、清らかさに触れるって、まあ、僕も毎朝行くんですけど、はい、あ、毎朝行かれてるんですか、そうなんです、毎朝行ってちょっと自分古武術の鍛錬をね、すごいさせていただくんですけど、もう指先ビリビリ、はあ、多分敏感な方が、ね、すごい感じられると思うので、はい、そのビリビリ感をぜひ感じてもらいたい、はい、でその流れで、うん、発酵カフェ、発酵春日和で腸活していただいて、筋活していただいて、はい、という流れがちょっと魅力で、なるほど、またね、温泉、温泉も、はあはあ、温泉のクオリティがですね、おう、めちゃくちゃ高いんです、pH が 9.2 以上、あ、そうですか、すみません、おすすめ温泉、おすすめはまずですね、秋野の湯、秋野の湯、大田にあるんですか、はいはいはい、大田温泉、秋野の湯、秋野の湯で、一見温泉がいいかなと思いきや、うん、僕が大好きなのは、はい、水風呂なんです、ね、ほう、この水風呂が、はいはい、とても体が、ね、それもな、その湧き水みたいなのがなってるってことなんですか、もうね、もうこれは全部井戸水なんです、あー、なるほど、井戸水多いんで、へー、ものすごい浄化される、へー、で昨日は、はい、おかめの湯って、はいはい、ソニーにあるんですけど、はいはい、そっちの水風呂に、はいはいはい、だからやっぱ宇田といえば水の清らかさ、あで、まあ、幕府御用達の、うん、まあ、言った薬師園、うんうん、薬草園があるんですよね、はいはい、でくずがあるんですよ、うんうん、これも惚れましたね、へ、本くずで鍋をして食べるんですよ、ほう、はい、これがもう最高で、あ、そうなんですか、ぜひ、まあ、羽賀ひかるさんに、はい、ぜひ食べてみたいですね、もうこの本くずのあんかけ鍋、はあ、食べてまた小春日和にしていただかなきゃいけないっていう、はい、夜食べれるんですか、それは、いや、もうもちろん夜も準備します、あ、そうです、いつでも OK で、いつでも、あ、分かります、はい、でも地元の野菜と、あ、マジですか、でそこにまた陶器とかいろいろね、ま、自然薯とか、はいはいはい、地元のお野菜がめちゃくちゃ重い、で、はいはいはい、宇田だけで、うん、奈良産の野菜で突出して高いんですよ、はいはいはい、美味しいんで、野菜とその薬草と、はいはい、お水と温泉、はい、そして神社、はあ、ということでよろしいでしょうか、すごい、もう随分伝わりましたよ、もうそこで取れたものを小春日和で出させていただく、すごい、はい、もちろんもう全部水もね、
あの発行に全部使わせてもらってます、ね。でもね、偶然かどうか、ここ祭りは薬師如来様ですよね。そうなんですよ。そうなんですよね。これまた今ひらめいて、あ、秋神社あかんかったら薬師如来やみたいな、会場じゃなと思ってね。ここまで小春からね、5分でこれ。ああね。ここで空海さんがね、薬師如来に祈りを捧げたっていうね。そうなんですよ。いやすごい ね。こんな感じのアピールで。いやでもね、すごいね、なんかね、成熟したエネルギー感感じますよ。はいはいはい、会長神社と、そうです、こちら会長寺というですね、2つセットであるんですけれども。ね、すごい。最後ちょっと鐘鳴らしてもいいですかね。どうぞどうぞ。あの、密教でね、やっぱり真言ですよね、となるときは。はいはいはい。薬師如来だとオンコロコロセンダリマト、あー来ましたね。でもこれね、オンっていうのはオウムのことで、オンっていうのはこれ鐘が鳴る音と似てるんですよね。なるほど、ね、そうそうそう、だから鐘が鳴る音っていうのは実はオンっていう宇宙の始まりを意味するっていうね、話があって、そういうことなんですね。そういうことです。まあ、スイッチオンのオンっていうね、いろいろね、言霊的符号も。これ今のすぐスタッフにオンとはみたいなね。オンとは。オンは宇宙の始まりの音。スイッチオンのオンであるという、はい。鐘の音と同じである。ということで、よろしくお願いします。最後、話します。はい。特集ということでお届けさせてもらいました。ぜひ遊びに来てください。どうもありがとうございました。遊びに来てください。ここでしかお話できない特別な情報をお届けするフリーメルマガユニはただいま登録受付中でございます。神社の秘密や幸せになるための秘訣、限定情報満載でございます。フォームが詳細欄の方にございますので、ぜひご登録ください。